3月22日、アメリカ、欧州連合、EU、イギリス、カナダは、足並みをそろえ、中共当局者に対し、制裁措置を発動しました。制裁の対象とされたのは、中国西部の新疆ウイグル自治区でのジェノサイドに関係している者たちです。アメリカ、カナダ、イギリス、および EU は、中国西部の新疆ウイグル自治区における重大な人権侵害に関与したとされる、 数人の中共当局者に制裁を課しましたイギリスのドミニク・ラーヴ外相は3月22日ロンドンでこの国際的取り組みの理由について語りましたアメリカが制裁対象としたのは

人権侵害の証拠は山ほどあると述べています。声明によれば、衛星画像や目撃者の証言以外にも、中共自身の文書から、強制収容所での大量拘束や、強制不妊手術が行われていることが明らかであり、これはウイグル人の遺産、伝統の破壊を目的としているため、制裁の対象なのだといいます。当然のことながら、中共政府は直ちに報復し、EU の政治家や外交官など、 10人と4つの団体に制裁を科し、悪意に基づく嘘と偽情報の拡散であると非難しました。ブリンケン氏は最近、アメリカは中共に説明責任を追求する上で、同盟国と緊密に連携していくと述べ、その方が中共を1対1で対峙するよりも効果的であると強調しています。ブリンケン氏はアメリカと同盟国の行動は人権保護に積極的に関与する姿勢を示し、 中共の残虐行為を白日の下に晒すためであると述べました。NTD ジャパンがお伝えしました。